その知足マインドとミニマムライフコストの把握をできるから、登山に携わっている人、山に携わっている人たちっていうのは、結構幸せそうに見える人が多いのかなとか考えたりします。で、街にいるとね、いろんなまやかしだとか、視覚的、聴覚的なノイズとか、誘惑とか多くて、何かこう大切なものを見失ってしまいがちなんですけれども、山がそれを取り戻してくれるというか、そういった恩恵に感謝している。このチャンネルではアウトドアと旅に役立つ知識ですとか技術ですとか知恵、工夫みたいなものを、まとめて、やっていこうと思います。アウトドアの力を一人一人が高めることで本当に社会が良くなっていくと思ってますので、一人一人本当に一人一人が生きる力ですとか、アウトドア、自然と向き合う姿勢みたいなものを今一度考え直すタイミングだと思ってますので、そういったことに貢献できればと思ってます。良ければいいねとかコメントと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。こんにちは、ハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は簡単なご報告と、皆さんに感謝申し上げたいことがございまして、動画を回しております。1年前にこちらの山と旅、アウトドアをテーマにした YouTube チャンネル、高倉屋、スタートいたしました。1周年ということで、皆さんの高評価ですとか、コメントでの交流ですとか、いろんなことが励みになって、なんとか継続することができております。いつもありがとうございます。今日はですね、感謝申し上げるとともに、最初期の動画をちょっと2、3見て、軸がブレていないかとか、ちょっとね、初心を取り戻すというか、そういったところで見ていきたいと思います。いつもありがとうございます。はい、ということでね、今画面をスクリーン録画しながら GoPro を回しております。YouTube 使い慣れている方はご存知かと思うんですけれども、こちらのチャンネルのですね、動画というところをタップしていただいて、この並べ替えっていうのがあるんですけど、例えば人気順、一番よく見ていただいているものがこういうものですとか、新しい順、最近、最新のものですとか、見ることができるんですが、一番古い順にするとどうなるか。あ、これですね。フロックフェスト2019、ローアルパインアルフロックフェスト、ボルダリングフェスティバル、フロックヒル、ニュージーランドってことで、ニュージーランドの岩山1分1秒の作品ですね。ちょっと見てみましょうか。これは GoPro Hero 3 プラスで撮ってるんで、ブレブレですね。このピンクの帽子かぶってる人はニュージーランドでもかなり強い女性クライマー。いいっすね。自由な雰囲気がね、漂ってて。結構面白い岩が多くて。いや、簡単な作品だな。ああ、でもまあ結構いいっすね。まあ結構いいとか自分で言っちゃうとあれなんですけど、一応いいね8つけていただいていて、2019年10月17日に公開ということで、1年前。This is a short clip of Flockfest 2019. The competition of bouldering was held in Flock Hill Station, known as Mecca of Bouldering. There were many climbers that participated in the competition. They were strong in terms of the physical ability, the mentality, and the determination. Yet more importantly,
enjoying climbing a piece of rock from heart. 心が楽しんでたと。I was totally fascinated by the pure, simple motivation of facing a challenge that got them failed over uncountable tries for merely one successful ascent. まあ、一回の、こう、いい登りのために、いっぱいこう、チャレンジする、その姿勢に心打たれたみたいなことを書いてますね。Hi, I'm Yusuke Takakura, Japanese YouTuber. 一作目にして YouTuber を名乗るという。はい。まあ、こんな感じのものですね、こんにちは、高倉です。ボルダリングの聖地フロックヒルにて岩登りのコンペティションが開催されました。集まったクライマーはみんな強く心から岩登りを楽しんでいる姿が印象的でした。体の強さと柔軟性、優れた精神力をバランスよく兼ね備えたアウトドアマンと出会えていい刺激となりました。アウトドアはやり込んでいるので興味のある方は登録よろしくお願いします。うん、いいですね。変わってないですね。まあ、コナリ社長とか見てるのがバレちゃいましたが、まあね、同年代でかなり頑張ってる方なんで尊敬してます。2つ目、日本手ぬぐいを究極のディキアだこれが実質上1つ目かも。高くないやもうボリュームコントロールもできてないっていう、はい、こんにちは、高倉屋の高倉です。今日はですね、シンプルにして究極のアウトドアギアと言えるこちらの日本手ぬぐいについて紹介します。もう、まあ、なんでちょっと噛めますね。これね、音とか音のコントロール未だにちょっと上手にできてなかったりして申し訳ないんですけど、もうドドンとかね、あととかとかそういうのを全然カットしてない。アウトドアに最強なのか、これはもう通なやつほど知ってる、分かってるわけですね手ぬぐい通なやつほど知ってるらしいです、学生時代からアウトドアにしまして、でアウトドアメーカーのモンベルっていうところでしばらく言っちゃってますね。止めた後に、もっとめちゃくちゃだな、アウトドアしたいなと思って、もうニュージーランドに飛んじゃって3000キロのロングトレイル、テアラロアっていうのがあるんですけれども、そちらをスルーハイクしました。でちょっと台本読みすぎで笑っちゃいますね。しかもなんでサングラスかけてるかというと、この時 YouTuber のイメージがいわゆるヒカキンさんのイメージしかなかったんで、サングラスかけるのがいいのかなって思ってたんですよね。その時の様子ですとか、まあ、ちょくちょくツイッターの方ですとかインタビューいただいたりとか、国内の山関連のメディアに、寄稿したりなどしていますので、まあ、概要欄からぜひ見てみてください。でロングトレイルというと、やはりこうウルトラライトですとかミニマリストっていうのが、まあ、おなじみのようについてくると思うんですが、まあ、僕も多分に漏れず、開眼しました。非常に身軽に旅するっていうのがすごくいいなと思ってます。道具も最低限しか持ってないですね。でっていう感じで手ぬぐいを紹介しているという動画ですね。一応32個いいねつけていただいていてありがたいですね。まあもうこの時からずっとスマホだけで編集し続けていて、なんか文字入れてるな、入っているこの感じちょっとおしゃれなのと、後ろポケットに手ぬぐいを入れるのがおしゃれって言ってます。ウールが出てきた時にちゃんと布で手拭いてるよって、この所作がねちょっと上品だったりする。所作が上品に見える。いやなんか手ぬぐいを後ろポケットに入れておく、恥ずかしいな。あ、プレゼントとして、プレゼントとして本当に最適ですね。手ぬぐいプレゼントとして最適、これはずっと思ってます。プレゼントってもらう方もあげる方も結構困るのがリアルなところだと思うんですけど、手ぬぐいはガチで嬉しい。実際この手ぬぐいね、僕2つとももらい物なんですけれども、大切に使わせていただいてます。やっぱりコンパクトなんで家に結構あっても困らないし、はい、っていう感じで手ぬぐいを紹介してますね。あ、まあ早く乾く、速乾性とか、こう頭への巻き方とかね、いろいろ言ってますね。非常にいいですね。はい、ということで皆さんもっていう感じですね。あ、はい、という感じで手ぬぐいの紹介が終わりです。このチャンネルではアウトドアと旅に役立つ知識ですとか技術ですとか知恵工夫みたいなものを、まとめて、やっていこうと思います。アウトドアをしていくことでね、すいません、ちょっと感動してしまって、
アウトドアの力を一人一人が高めることで本当に社会が良くなっていくと思ってますので、一人一人本当に一人一人が生きる力ですとか、アウトドア自然と向き合う姿勢みたいなものを今一度考え直すタイミングだと思ってますので、そういったことに貢献できればと思ってます。よければいいねとかコメントと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。なるほど。なるほど。これが10月21日。約1年前か。今日が10月19日。はい。という形で、高倉屋ですね。最初期の作品を2つ紹介させていただきました。皆様にですね、応援していただいているおかげで、それが励みとなって1年間 YouTube を継続することができております。結構楽しくできてますので、今後も継続させていただこうかなと考えておりますので、ぜひよろしくお願いします。中には、海外のストリートミュージシャンをただ撮影してアップロードしてみたいなところもあって、まあ、全然そのチャンネルの骨格としては未熟なところがいっぱいあるんですけれども、まあ、今の手拭いの動画の最後に話していることは本当にそう思ってますね。まあ、アウトドアをやることで知足、たるを知るマインドというか、あとはですね、ロングトレイルを経て本当にわかるのは、健康に文化的に楽しく生活していくのに必要な資質っていうのはそんなに多くなくていいんだなっていうところで、ミニマムライフコストを把握できたのが非常に大きな収穫だったんですよね。その知足マインドとミニマムライフコストの把握をできるから、登山に携わっている人、山に携わっている人たちっていうのは結構幸せそうに見える人が多いのかなとか考えたりします。で、街にいるとね、いろんなまやかしだとか、視覚的、聴覚的なノイズとか、誘惑とか多くて、何かこう大切なものを見失ってしまいがちなんですけれども、山がそれを取り戻してくれるというか、そういった恩恵に感謝しているところが大きいですね。はい、ちょっとすいません、壮大な話になりましたが、そんな感じで今後もですね、山と旅にも惚れ切っている高倉ですので、まあ、こんな魅力的な世界を皆様に共有していければと考えております。ぜひ今後ともよろしくお願いします。それでは皆さん、健康第一で楽しく暮らしていきましょう。バイ。最後までご覧いただきましてありがとうございます。高倉屋はアウトドアのチャンネルです。アウトドアショップ店員時代に得た知識、メーカー本社で学んだアウトドアの歴史と素晴らしさ、シーズンガイドを通して習得した技術、世界の山旅を経て目の当たりにした尖ったハイカーたちの知恵や工夫などなど織り交ぜながら、山と旅に関する情報を動画にしています。アウトドアはマジで最高の旅の手段になりますから、ぜひチャンネル登録して最強で最高な旅人ともに目指しましょう。